ビリー・ワグナー、ウィリアム・エドワード・ワグナー、ウィリアム・エドワード・ワグナー、1971年7月25日帯は、アメリカ合衆国バージニア州、タナーズビル出身の元プロ野球選手、投手。ニックネームは、ビリー・ザ・キット。現役時代は、ヒューストン・アストロズ、ニューヨーク・メッツなどで、クローザーとして、活躍、通算422セーブを挙げた。 2017年シーズン終了時点で MLB における最多セーブ投手の獲得経験のな、投手では最多のセーブ数である。もともとは右投げであったが、5歳の頃にアメリカンフットボールで右腕を2回骨折した。本人は当時についてフットボールができないとイライラして帽子をむちゃくちゃにしていたねと語っている。そのため回復を待ちきれなかったワグナーは、 利き腕ではなく全く痛めていない左腕で投げるようになった。こうして現在の左腕での投球がなされるようになったのである。1993年の MLB ドラフトでヒューストンアストロズから1巡目、全体12位に指名を受け入団。9月13日にメジャーデビューを果たし、この1試合でシーズンを終えた。開幕当初は三 a ラウンドロックエクスプレスだったが、 先発投手として12試合に登板して6勝2敗、防御率3.28を記録した。6月6日からはメジャーで登板し、リリーフとして37試合に登板し、防御率2.44、脱三振率11.67を記録した。は29回のセーブ機会で23セーブで成功し、66.1回を投げ106振。 シーズンで圧三振率14.4はシーズン50回以上投げた投手の大リーグ記録となった。は7月16日から15日間の故障者リスト入りとなったが、58試合に登板して、球団史上3位となる30セーブを記録した。球団新記録となる39セーブを記録。ナリーグローレーズリリーフマン賞を受賞し、サイヤング賞の投票では、ランディ・ジョンソン。 マイク・ハンプトン、ケビン・ミルウッドに次ぐリリーフ投手として最高の4位に入った。は故障のため28試合の当番に止まり、防御率6.18、6セーブに終わった。10月2日、史上最速となる341イニングでの通算500奪三振を達成し、ロブ・デーブルが持っていた記録を更新した。2015年にクレーグ・キンブレルに更新された。 この年は64試合に登板して防御率2.7339セーブを記録した。2002年1月には2002年から3年に700万ドル、4年目は球団オプションで契約延長。6月8日のデビルレイズ戦で通算200セーブを達成し、デーブ・スミスの持つの球団記録の199セーブを更新した。6月11日には、 ロイ・オズワルトラと共に、系統による、ノーヒットノーランを達成。結局この年は、リーグ3位、球団新記録となる44セーブを記録した。またこの年は、メジャー全試合で100メートル PH、約時速161キロメートルが199回、記録されたが、そのうち159回が、ワグナーの記録したものだった。 アストロズは年俸総額抑制のため主力選手の放出をしなければならなくなり、オクタビオ・ドーテルやブラッドリッチの成長もあり、ワグナーはトレード要員の有力候補となった。そして11月3日に、ブランドン・ダックワース、テイラー・バックホールズ、エゼキエル・アスタシオとの1対3のトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。移籍1年目の 5月14日からと7月30日からの2回、故障者リスト入りで45試合の登板に止まったが、防御率1.6925セーブを記録。球団は2005年の900万ドルのオプションを行使。2005年は1年を通して活躍し、38セーブを記録した。一方、チームは2ゲーム差で、地区2位に終わった。クローザーを必要としていたメッツは、FA 市場で、 ワグナーが一番と判断し、2005年11月29日に4年、4、300万ドル、5年目は、9団オプションの長期契約を結んだ。前半には、セーブ失敗が目立っていたが、7月4日には、通算300セーブを達成。8月以降には一つも失敗することなく18、連続セーブを記録し、トレバー・ホフマンの46セーブに次ぐ、 リーグ2位の40星を記録した。チームは地区優勝でポストシーズン進出を果たしたが、アストラズ時代のポストシーズン通算防御率9.66のワグナーをニューヨークのメディアはポストシーズンの活躍を危惧した。ワグナーは6試合に登板し3セーブを記録したが、防御率9.53でリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦では田口壮に ソロ本塁ルイを打たれるなどで3失点。負け投手となった。は、序盤から安定した投球を続けていたものの、結局34セーブでシーズンを終えた。も開幕からクローザーとして登板し続け、前年に続き2年連続でオールスターに選出された。8月2日の登板を最後に左肘を痛め、故障者リスト入り、トミー・ジョン手術を受けることになり、は、絶望的となったが、 8月20日のアトランタブレーブス戦で復帰した。8月25日、2010年のチームオプションを行使しないことを条件にトレード拒否権を破棄し、後日発表選手2名との交換トレードでボストンレッドソックスに移籍した。2009年12月2日、アトランタブレーブスと1年700万ドル、2年目は650万ドルのオプションの契約に合意。 2010年9月25日にリリーバーでは歴代4位となる1184奪三振を記録。殿堂入りしたローリーフィンガーズを抜いた。この試合はボビー・コックスの監督通算2500勝を記録した日でもあった。2011年2月12日、ワグナーは引退の意向を示した。通算セーブ数は左腕では歴代2位。 メジャーリーガーとしては小柄だが、サイド気味のスリークォーターから繰り出す、最速101メートル PH、約時速163キロメートルの速球とキレのある、スライダーが武器。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。